ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は先日ファーウェイジャパンからこれまで国内向けに販売したシムフリースマホの OS アップデート時期について発表がありましたのでご紹介したいと思います。なお今回のアップデートによって各モデルの OS は Android 9をベースとした EMUI に変更になります。では具体的に Android 9にアップデートされる時期、それからモデルについてご紹介したいと思います。まずは1月には P20 そして Mate 10 Pro が Android 9へアップデートされます。そして来月2月には Nova 3、 3月には Mate 20 Lite、 4月には P10、 P10 Plus、 Mate 9、 Honor 9、 5月には P20 Lite、 そして6月には Nova Lite 2が Android 9へアップデートされます。今から2年前に発売されたモデルも OS アップデートの対象となっていますので、まだまだ今後も使い続けることができるかと思います。ということで今回はファーウェイジャパンから発表された国内向け SIM フリースマホの OS アップデート時期についてご紹介しました。なおこの動画の概要欄には現在 Amazon で販売されているファーウェイのスマートフォン販売ページのリンクを貼っておきます。最新の価格のほか、実際に購入された方の口コミなど知りたい方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。